ハロー YouTube、ということでですね、最近、まあ、私もですね、よく飛行機乗るんですけれども、まあ、アナ派かジャル派とかって言われるとですね、僕は両方派でございましてですね、ちょっと昨年ジャルちょっとミスっちゃってですね、ダイヤモンドを、本当に僅差で逃してしまってですね、今年は今、ANA でも JAL でもですね、マイル修行しておりまして、両方とも今年はダイヤモンドに、なる予定でございまして、ANA は、まあ、ずっとダイヤモンド、まあ、今何年も続けておりますけれども、この ANA に関してのお話をしたいなと思っております。最近ネット上でですね、アナの、CA さんが TikTok でなんか可愛い踊りをしてるみたいな、画像というか映像がですね、非常に話題になっておりまして、このなんか、何こう、女子した若い女の子が可愛いダンスを、こう、TikTok で、踊ってるのは、なんかすごい企業イメージとしていかがなものかと。こんな、CA がいるエアラインに乗りたくないとかですね。そういうことを言って叩いてる人たちがいたんですが、これ多分大間違いで、多分、そのお客さん、特にそのプレミアユーザーみたいなお客さんは、多分、TikTok 見ないと思って、完全に実は無視されてると思います。そこではなくて TikTok は多分10代とか20代の女子向け、そういったところのユーザーさんが非常に多いので、要は何を言いたいかってこれ多分リクルーティング用の多分 TikTok だと思うんですよね。だから、要は今の女子たち多分キラキラした職場で働きたいな、キラキラした仕事をしたいななんて思ってるんですけど、だからなんかインフルエンサーになろうとかですね、なんかいろいろなことを考えてるわけですけれども、CA さんね、まあ、昔からね、非常にいろんな憧れの職場、だったりしましたよね。JAL だったらですね、ヤマトナデシコとかですね、アナだったらハッピーフライトとかそうなんですかね。なんかいろいろ、ドラマとかがですね、できて、ずっと皆さんの憧れの職場だったんですが、だんだん、実は CA って、結構安全要因でありながら、安全要因ってのは多分緊急な、この間もね、JAL の海上保安庁機との衝突事故で爆発炎上した事件ありましたけど、あの時もですね、CA さんが保安要因だからこそ乗客をですね、短期間で、機外へね、本当に何分というめちゃくちゃ短い時間でですね、避難をさせたということで、本来保安要因であるんですが、ただ保安要因として、人を乗っけとくだけだともったいないということで、なんかドリンクのサービスをしたり、ミールサービスをしたり、なんなら機内販売までやらされちゃったりとかして、しかもですね、結構高い高度を飛んでるんで、放射線もかなり浴びるんですね。普通の仕事よりも何倍も放射線浴びるんで、まあ、あんまり体にいい仕事とも言えず、しかもですね、結構立ち仕事でずっと立ったまま何時間もフライトしなきゃいけなかったりする国際線とかだと。だけど、こう、憧れの職業であり続けていたわけですね。ただ、だんだんネット上で過酷な職業でそんなに給料も高くないんじゃないのみたいなお話が出たりとか、まあ最近で言うとですね、飲酒問題ですね。よくパイロットがですね、飲酒をして、そのまま飲酒運転してたんじゃねえかみたいな話が出たりとかして、まあね、知り合いの友達を CA とかに聞くとですね、ニューヨーク出張なのに酒飲めねえみたいな、みたいな話で、それ、行く意味あんのみたいな。まあ、過酷な仕事な上にですね、そういった出張での、こう、まあ、特典じゃないですけれども、そういったこともできないということで、だんだん人気がなくなりつつ あったりするんですよね。実は結構過酷な職場だった的なね。いうことでですね、そういった人気がなくなるのを防ぐために僕はやってんじゃないかなというふうに思います。こんなキラキラした、仕事でですね、TikTok でワンチャンバズるんじゃないの、私も出てバズるんじゃないのみたいな感じに、なってる人たちを増やそうという、多分そういった戦略なんじゃないかなということで、ANA の TikTok が可愛いのはですね、多分リクルーティング目的だったというお話でございました。いってらっしゃい。